それではパラレルセッションリオプラス25の制度枠組みを始めさせていただきます。このセッションのモデレーターは環境省参与国連大学高等研究所シニアフェローの竹本和彦様にお願いしております。それでは竹本様よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それではこの ISAP2012 そろそろ大詰めになってまいりましたが、先ほどのキーノートセッションを受けてこのパラレルセッションを始めたいと思います。特に Future Directions for IFSD Post Rio Plus 20というテーマで、 Rio Plus 25の制度枠組みというテーマで議論を始めたいと思います。特に冒頭のイントロダクションは省きまして、むしろ先ほどのキーノートセッションでいろいろ議論されたのを受けてさらに突っ込んだ議論をしたいと思いますが、とりわけこのリージョナルアスペクト、そのアジア太平洋地域におけるですね、将来の展望ということに焦点を置きながら、この最後のセッションの議論を進めていきたいと思っております。本日は各方面からパネリスト、そして討論者6人招いておりまして、非常に多彩な顔ぶれであると思っておりますので、まずは順次そのご発言をお伺いして、そして議論を進めていきたいと思います。それでは最初に UNEP の地域協力局長の西本さんからご発言をお願いします。それでは西本局長。そうですね、お願いします。Thank you, Mr. 竹本さん、ご紹介どうもありがとうございます。先ほどのセッションからの非常に良い流れということで、実は私 UNEP に入って3年目になるんですけれども、このような形でお話をするの初めてになります。国連には20年ぐらい奉職しておりますけれども、常に現場でフィールドでかかっておりましたので、このような国際会議のような議論はいろいろ聞かされてはいたんですけれども、初めて自分で交渉を目の当たりにしたと、リオプラス20にかかることができたということで、私も良い経験でした。でテキストで皆が不満、これは良い、結果だと教えてくれた同僚がおりまして、じゃあ正しいバランスに至ったんだなと、皆が不満だということはそういうことなんだなと思いました。いずれにせよ雰囲気は感じました。で数週間経って、そして1ヶ月も経って、先ほどのセッションでも聞かれましたように、成果文書について皆が繰り返し読むようになって、ファームとかレコグナイスとかリインフォースとか、そういう言葉が使われていて、いろいろな機会を捉えて、その上にさらに努力を構築することができるということだと思います。いくつかの機関の中には、例えば国連の機関はいくつのパラグラフを自分たちに関わるところで入れることができたかということで、その上に今後活動ができるということで、非常に楽天的なムードも生まれているということもあります。それから広野先生がおっしゃったかと思いますけれども、このような知識と経験の分かち合うということの影響はやがて分かってくる、やがて明らかになってくる、何週間か何ヶ月か経って議論を重ねる中から、そういう影響がようやく分かってくるというお話もありました。 IFSD ですけれども、先ほども議論がされましたように、持続可能な開発に関する国際的な枠組みを作ってアーキテクチャを強化しようということになりました。先ほどの議論がありましたように、ハイレベルの政治フォーラムを立ち上げるということも入りましたし、それからさらに UNEP の強化格上げということも入っておりました。で交渉について何が脱落して何が盛り込まれたのか、でこの格上げというのも非常にホットな議論が行われた言葉でした、 UNEP に関して言えば。で機関、国連の機関として我々も非常に今楽観できる立場であります。強化と格上げ両方が入ったからです。具体的に UNEP について
成果文書に書き込まれたからです。またさらに先ほども議論されましたようにこの SGD、 これはブラジル政府やブラジルの交渉担当所からこの SDG については、まあ、宝石と言われた。ただどの宝石にするのか、ルビーの赤にするのか、ブルーにするのか、エメラルドの緑にするのか、どの色にするのか、持続可能な開発目標についてまだ議論は詰まってない、煮詰まってない。これからオープンな形で30カ国が入るワーキンググループで議論される。9月2013年の9月までに議論が詰められるということです。そしてその2年後に SDG が MDG ミレニアム開発目標と統合されるということです。ですから大事なことは環境の側面についてもさらに補強されることを願っています。 SDG が MDG に統合されるように、それからシネンドラさんがおっしゃったようにジェンダーという側面もありますし、ジェンダーの側面もホットな議論が見られました。多くの鍵括弧が残っておりまして、プレ交渉の段階ではで、かなり強力なロビー活動が女性団体によって展開されました。交渉のプロセスの中でも、そしてかなり良い記述が残された。そして女性のエンパワーメントやジェンダー平等についてもしっかりとした文言が入ったと思います。さて環境の柱に関するパラグラフですが、我々の望む未来成果文書の中の柱ですけれども、重要な措置が取られました。環境のガバナンスについて強化をする、改善をするということです。で、当初から UNEP は議論に関わっておりました。持続可能な開発の制度的な枠組みの議論についてかなり包括的な作業法がこのガバナンスについても行われたわけです。で、 IEG すなわち国際環境ガバナンスの議論は UNEP が主導した政府間の協議の中で行われたわけです。でローマから始まって、そしてナイロビ、ヘルシンキ、ベルグラードを経て、そしてようやくニューヨーク、リオプラス20のプロセスの一環としてニューヨークに行ったということです。でその間多くのことが起こりました。でこの道のりの中で国際環境ガバナンスの協議の中でアジア太平洋地域も活発に関わりました。さて成果文書の中のパラグラフですが、 UNEP の付託事項に関するパラグラフですが、これはストックホルム、ナイロビ、マルモ宣言にそれぞれ盛り込まれておりますけれども、で国際環境ガバナンスの会議で宣言で少しずつ強化されていきました。どういう要素を具体的に盛り込むべきなのか、でリオ宣言で最終的に採択された文書ではかなり強化されています。先ほどのセッションでもお話が出ましたが、主要なパラグラフは88項であります。各国政府は UNEP の強化を呼びかけた。グローバルな環境当局としてリード的な役割を担うべきである。 UNEP の理事会のユニバーサルメンバーシップ、ここが大事であります。これは今現在はそうなっておりません。さらには他の措置を取って UNEP のガバナンスを強化しなければならない。また加盟国に対する説明責任や対応力を強化すると、そして各国に能力構築のための支援を付託事項として付与する。さらにテクノロジーへのアクセスをより円滑化する支援策をする。能力構築、技術移転ということが先ほどの議論でも出てましたように、往々にして非常にデリケートなトピックになります。ただ UNEP に対する付託事項ということではこれはもう明快であります。